トランプが再び大統領になったらかなるかかどうという話いやだかなり厳しくなってきた感じかなというあじゃあ、あのはい、人気はめちゃくちゃあるんですけど、これはならないんじゃないかと。はい、ということです、すまずはじゃあ、うん、現在のトランプ、えー、共和党のです、ね、プレジデンシャルレースと、まあ、大統領選において、共和党の候補者の中で、えー、どれだけ。 人気があるのかとといいうここでございますれパッと見ていただければ、<倒> MSNBC の方から出てきたんですけど、本当にですね、これ、もうなんか僕ね、はい、デサンティスは、一時期ね、期待したんですよ、はい、期待したし、うん、アメリカ人ってもっとまともかと思ってたんですけど、<laughs> ペンスも6パーですよいやー、全然、一応4位には入ってるんですけど、一桁ですからね。はい ね、はい、なんかちょっともう、なんか、あのー、アメリカ人もこんなもんですかと。 で僕自身、このディベートっていうのは実はトランプの、えー、タッカー・カールソンの番組に、録画したやつですけど、はい、インタビューっていうのが、うん、なんとこの共和党の初めての、ね、候補者同士の討論会があったんですよ、実際ここでようやく2024年の大統領選が始まったとされる、うんえー、大統領選のその、はい、討論会あったんですけど、これ、討論前と討論後の結果を、はい、一応こう、支持者の中からアンケートを取ってるんですけど、 伸ばしてるのがです、ね、やっぱりあのクリ、えっと、えビビック・ラマスワミーというこれインド系の方が今、3位に入ってきて、うん、なんと、えー、デサンティスに迫る勢いであるということと、うん、まあペンス、変わらず6%なんですけど今回僕がディベートを見てて一番うまかったなと思ったのは、はい、ニッキー・ヘイリー国連大使でやられたこの女性がペンスに噛みついて、はい、結構なんかいいところをってたという状況はペンスに噛みついた。 ペンスに噛み付いておりました。ものすごい噛み付いておりました、ものすごい噛み付いて <laughs>、はい、噛みつき方半端じゃないなって、ね。<か> <laughs> どうしたのこんなに噛み付いちゃってっていうぐらい日経平売りがガンガン噛み付いてたんですけど、はい、まああのとにかく先週のやっぱり大ニュースとしてはですね、はい、やっぱりこれじゃないかって、はい、はい、トランプ大統領がですね、ジョージア州のこれ州のやつですから、はい、えー、そこで、えー、もうあのマグショットというものを撮られました。うんはい はい、でも完全に怒ってる形の顔でですね。で、これがまあ、あの、じょまあ、要するに犯罪者として。はいうん、大統領としてですよ。うん、現役、あの、過去のものを問わず、逮捕されて。こう、マグショットを取られたのって、トランプがもう本当に初めてなんですよ。はい。初の門者。初の門者というか、はい。あの、まあ、指紋。と写真を。はい。ということでと。そうですね。やられました、ね。まあちょっとこの業界に慣れてる人は。うん もちゃって、トランプ大統領、早速これを自分のキャンペーン、選挙かキャンペーン用のグッズ販売に使って、T シャツにこの写真を、トランプ選挙陣営がこれ入れて、あっという間に、これ、48時間かなんかで、10億円の売り上げ、日本円にすると、上げてるんですよさすがさすがですけど、まあでも、そこまでちょっとこれ、もう金。 金もらってもしょうがないなっていう,、ね、う,いうところですね。であのこれビジネスインサイダーあのイアンブレーマーがこれツイートしてて面白いなと思ったんですけど、うんえー、これ歴代大統領ですね。あの今まで、えー、訴えられたはい、はい、出頭ですからね。はい。もう今ね 訴えられた有罪判決,有罪判決というか、これ、選挙で、あなたは有罪ですってことで、訴えられた件数があるのって、これ、歴代大統領、全員の名前、これ、書いてますよ、フーバーもルーズベルトもいやいやあるんですけど、これ、意味ないですよ、トランプしかいないんですから、<笑><笑>トランプ、全部、歴代の大統領が 1, 1>, <laughs> <う>1件、2件、3件とかあったらまたも、まし <laughs> 全部、全員ゼロです,ロですから、ゼロでトランプだけの件 <laughs> めちゃくちゃ悪意のあるグラフです。 <laughs> これはねわざわざ全員の名前書く必要はあるのかいの <laughs> な,いないですこれね十や二十ある人がいれば、はい ねえまだしもゼロなんんでですすから <laughs> 飛び抜けてるんですよめちゃくちゃ悪意がトランプはだから、まあ、DS の人にすればですよね、はい、やっぱり潰したい人だっていうことに、はい、あのなるんでしょうね、陰謀論の人たちは、だってこんだけ訴えられてるってことは、はい、やっぱ彼は、はいまあ、アメリカのシステムをぶっ壊そうと、はい、あしてると、悪のシステムをぶっ壊そうとしてる人だということにはなるのかもしれないんですけど、はいまあ、ちょっと悪意ありません、ね、ニクソンですらないですからね。 ニクソンもギリギリやられる前にやめてるっていうところなんですよ、ゼロゼロゼロということで、うん、歴代初ということは、皆さんもちょっとこれはお分かりいただいてしかもぶっちぎりの数字ですかね、ぶっちぎりです、ね、とか<れ>ゼロゼロ全員で1人だけ90。 と、はい、ということですね4件、あのー、今、大きい起訴状、あのーまあ、上これ、挙げられましたがまあその件に関して、例えばあの左上、センシティブドキュメントなんで、これ、機密書類、はい、機密書類のことに関して、うん、これ、全員ですよ、アメリカ国民全員に聞いて、もし有罪,な、えー、有罪になるかどうかっていうことを聞くと、やっぱり51%とか、まあ、ほぼ過半数に近い人たちが、トランプ、呂矢に行くべきだ、はい、ということをやっぱり、はいうん ております。まあ牢屋というかあの有罪有罪なんじゃないかと見られてると、まあ一般国民に聞くと大体半数の人がこれ有罪だよねというふうに言ってるということがギルティかどうかっていうのを聞いてるとそうですそうですはい。でノの人はやっぱり20%ぐらいはいるんですけど、まあそれでもこれかなり厳しいですよね。でえっと次見ていただきたいと思うんですけど、えなんとじゃあ有罪になったらトランプどうすればいいのかって言ったらですね、50%の人がやっぱり牢屋に入れろって言ってるんですよ。なるほど。50%。はいはい。で二番目がまあプロ。 バットノープリズムだから、まあ、あの一応監視体制に置くとかそういうことですね、うん、でファイナンシャルペナルティーの方は要するにあの、まあ、罰金だけでいいよねとか、はい、ノーペナルティーの人もまあ10%、10%それぐらいまあいるということでございますよ。うん はい、これもついでにあのもう一つ出すんですけど、もしあのトランプが有罪判決、うん、うあの受けて、まあ、特に2020年の,、ねはい、あの部分で、うんえー、どうしますかと、うんあの、有罪判決受けたとしても、インパクトないだろうって言ってる人が45%もいるんですよ。<laughs> はい でトランプをさらに有罪になったら押すって人も13%いるんですよね、うん、だからこの辺がちょっとアメリカのものすごくこうちょっとねじれてる部分があるのかなという感じはするんですけど、うん、僕が一番衝撃だったのは先週の,あの中で一番衝撃だったのはこれですどの言葉が誰の発言が、うんうん、これ共和党の支持者ですよトランプ支持者に聞いたっていうことなんですよ、はい、このアンケート共和党のトランプ支持者の中で 誰の言うことが一番正しいと思いますかって、誰の言うことを一番信じるかっていうことです、トランプがぶっちぎり71%、これはじゃあ、トランプは自分はやってないって言ってるわけですから、うん、でそれをないと信じる人が,人が71%、じゃあ、これ、71%、何が怖いかっていう、僕は怖いと思った、はい、というのは、うん、その下見てください、はい、フレンズファミリー、自分の友人や家族が言ってることよりも、トランプを信じるっていうんです,、うん、怖いですね これおかしくないですか、これ。僕はこれ、ちょっと衝撃を受けましたよ。うん、で、はい、もう一つ、最悪なのはですね、FOX とか、ほら、そういうニューアメリカとか、のメディアがあるじゃないですか、はいうん、コンサーバティブメディアフィギュアと、要するに保守系のメディアの指揮者たちとか司会者とかいるじゃないですかタッカーカ、ね・カ,ーカルソンとか。タッカー・カルソンとか。このいう人たちが言うことも56%しか信じてない、はい、トランプの言うことの方が上なんですよ。はい。えー、リリジアスリーダー、これ、僕、最悪なのはここだと思ってます。 アメリカってすごく宗教的な保守の人たちが多いが、まあ、あのー、共和党支持者には多いですからねですよね、はい、それがなんと宗教支持者の言うことは42%しか支持しないっていうんですよトランプほぼダブルスコアでなトランプが言うんだったら信じるっていうのはないですか、うん 石川県の議員ですら、トランプの言うことを信じても、光の戦士とか言ってた人いたぐらいですからね、やっぱアメリカにやっぱ多い,んです、ね、いや僕ね、でもこれまあトランプ支持者の中で、つまりトランプはもう神以上の存在になっちゃってるっていうことが、この中から言える、これは僕、ちょっと衝撃的でしたよね、うんうん、いや、ちょっと恐ろしいなという、まあ、マグショット出てから献金額が過去最高で、福井,福井県。福井県 えー、犠牲者カード、犠牲者というか、はい、もう本当にトランプ、まあ、これ、何度も僕、言ってますけど、はい、犠牲者というか、むしろ、殉教者というか、うん、まあそういう立場になる、友人や家族よりもトランプを信じるというデータが出てきて <laughs> で、ただこれ、ほら、トランプ支持者の中で、支持はいくら固めたところで、うん、もうこんだけ裁判やられて91件ってことになると、ですね本選ではこれ、他にも、ね、トランプ支持者だけじゃないですから。 おそらくその真ん中にいるインディペンデントと呼ばれているまあ独立派の人たちがまああのどっちにも転ぶ人たちじゃないですか、この人たちでトランプ支持しませんし民主党の方も絶対支持しないってことになるとこれは本選ではもう絶対に負けるんですよ、これは本当どうするのかなっていう話なんですけど民主党の方はバイデンがもうだいぶお年になってね。これ本で 負けたた時点で内戦っっぽくなった、うん、だからそれなんですよ、怖いのは、ほらトランプの言うこと信じてるてだからトランプが勝っても内戦になる可能性があるし、トランプが負けても内戦になる可能性があるかもしれないとっていうことはですよ、我々があがめていたというか、まあう、羨ましい、この人たち、やっぱや合理的に民主主義やってるなと思った、あのアメリカがですよ。 バナナリパブリックと言われる、うん、南米のような、はい、やばい国のような統治再生にやっぱり行ってるっていう,、まあ、いうことですよねトランプが示唆しただけで、うん、一応、あのー、突っ込めって言ってはいないんだけど突っ込んで,しょ笛ですくんです笛、あのー、だか犬笛を吹いていくのかうもう革命を起こそうとするのか。 でね、もう一つ、ねうん、気になるのは、えー、こもうすでに3月ぐらいに法律が、えー、成立してるんですけど、ジョージア州の共和党の人たち、うん、ほら、下院とかは、はいはい、ジョージア州、うん、共和党強いんで,、うん、で、ジョージア州の州の議会が、うん、今、トランプを、えー、そのなんていうんですか、こうやろうとしてる、DA、ディストリックアトニーっなんていうんですか、あのえー、とファニー・ウィルズ、まあ、って女性の方いらっしゃるんですけど、うんはい、黒人の。ああの人不信任案を 出そうみたいなこと言って、あの裁判でそのやろうとしてるその検察官自体をやめさせようみたいな法律をある程度ちょっと成立させちゃってんですね。で、まあこれどう使うかわかんないんですけど、これほら、要するに司法手続きを得てしっかりあのトランプを訴えてるのに、うん、その訴えてる当人をやめさせることを格作してるっていう時点で、もうなんか民主アメリカの民主制度マジ崩れてねっていうところが怖いとこなんですよね。そうですねはい。 ということで、うんあの、来年も本当に、まあ、日本はある程度、マガ派みたいな人たちは陰謀論ぐらいしか、まあ、いないんで、うん、まあ,ある程度安心かなと、前回みたいな変な感じにはならないと思うんですけど、はいはい、アメリカ国内が本当に僕は心配です、うん、ということをずっとこれからも言い続けていきますよ、だってこれも来年、本当大変なことになりそうなんで,で、ね、ということですね。はいはい